皆さんこんにちは、X ヨッシーです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今ね、ライダーズポイントフィールさんのね、近代店さんに寄せてもらってるんですよ。でね、ちょっと秘宝なんですけども、うちのね、忍者250R くんね、前からコツコツ音をしてるって言ってましたでしょう。あれね、なんかねやっと覚え本当にないんですよ。ないんだけども、ローターが曲がってるんですって。で、全部交換してね、オイルのオーバーホールでね、フロントフォークのあっちも含めたらね、10万ぐらいかかりますってね、ある某店で言われたんですよ。見積もり出してもらったら、もうそれだったらね、もう買い替えますわってなって、今近代店さんね来たんです。はい。でね、面白いんですよ。こう TK ライダーさんのこれシールね、あるでしょ、これね。でね、こちらのね、ライダーズフィルさんの方の方も TK さんのファンで、ここにほらシール貼ってるんですよ。でね、こっちでもお友達になっちゃったんです、この店のスタッフさんね。はい、ということですね。で、結局ね、もうこれね、本当に良くて嬉しかったんですけども、もうそんだけお金かかるんだったらね、もう諦めますということになりまして、はい。で、待ちに待ったこれにしました。はい。なかなかね、お買い得価格でね、綺麗なんですよ。また詳細はまたね、皆さんにご紹介しますけどね、これ2001年式です。ですけど1万5000キロぐらいしか乗ってなくて、でね、かなりね綺麗なんですよ。錆もなくてお手入れ良かったんでしょうね、という話だったんで、もうこれにね、もう決めちゃいました。うちゃうちゃ決めてやってね、いろんな、よく考えたんですよ。後ろにもね、今、昔乗ってた D トラッカー X もね、これね、あるんですけども、あんだけどね、やっぱりもう、こっちの方にね、決めちゃいました。もうジジイだしね、もうおとなしく乗ってるということで、はい。また詳細はまた、引き続き、また皆さんにお知らせさせていただきます。